スタートしまししたたほぼ揃いいままままだ横に広がっています、ま、ず3番の英海マッケンローずかに出てきました内から2番のイビステラースタートを見せていますが外から各馬が一気に上がって6番がイビー・テイラーそして10番の湘南アデイブが行きます11番のインディゴブラック外からかわす構えかかそのうち3番英海マッケンドー3番手まだ。 対列決まりまりせんが外から内にコースを取って11番のインディゴブラック先頭で1コーナー回り終わって2コーナーに向かいます2番手控えて10番湘南がデイブ3番手から2番手に接近は8番のノッテルノ第2コーナーカーブから向こう上面に入りますあとは3番、ゲイカイ・マッケンロ4番手5番手6番のアイビー・テイラーが追走であとは並んで1番のデビッド・バローズ外に2番のイビステラちょうど集団です残り1200 2を切って番その後ろクラップサンダー4 あとは2馬身離れて7番のサウンドグランツが追走であとは2馬身差、最高峰9番のシゲルエアロギアス最初の 1000m1 分2秒ぐらいでしょうか通過していきました。コーナーーナのカーブにこれから入ります 11番インニゴブラックのフェースリードが1馬身半3コーナー回りました2番手10番長南がデイブ3番手半馬身差接近8番の乗ってるのそして1馬身差で3番エイカイ・マッケンドイ前部4番手その後ろにアイビー・テイーラーさらに動いて2番のイビステラその後ろまで上がってきましたあとは内をついて1番のデビットバローズ4コーナーのカーブに入ります インディゴブラック先頭ですが並んできて湘南がデイブ早くも先頭に立って残り400切りましたあとは3番手から2番手に乗っているのが接近してこれからさごを上りにかかります間からは3番栄海幕っ健路現在3番手の内内から盛り返しているインディゴブラック残り200を切りました 湘南ガレイブ先頭ですが、内からインディングブラック、そして3番の英会マッケンロ、英会マッケンロが並んでくる湘南ガレイブ、英会マッケンロ、英会マッケンロ先頭でゴールイン。10番湘南ガレイブ2着。その後3着争い、やや接戦模様。